おはようございます。画家の荻磯です。第28回の鬼工評会を始めたいと思います。この鬼工評会というのは、画家である私荻磯誠という人が、皆さんから送られてきた作品をもうちょっとこうしたらああしたらああしたらこうしたらというような企画でございます。で、これに出品、するにはメンバーシップの会員になっていただかないといけません。申し訳ございませんが、下の概要欄というところ、わからないという方もいるかもしれませんけども、わからない方はメールを送ってきていただければと思いますので、お答えしますので、よかったら送ってきてください。で、1回見てもろうても、じゃあまた大会しようとか、1ヶ月、2回分、見てもろうてまた大会しようとかでも結構ですし、あとは、公募展などに出す前とかの作品でも結構ですし、出した後の作品とかをちょっとこっそり見てもらいたいとかっていう方はメンバーシップのみの動画にいたしますので、よかったら皆さんお待ちしております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。初心者の方大歓迎でございます。それでは早速行きましょう。3、2、1。はい、こちらの作品からです。こちらの作品ですね、非常にいい作品ですね。これもね、教会ですか。ちょっと読ませていただきますと、これで合ってるのかな。榊康道さん68歳、鬼工評2回目です。前回公表時にいただいたインパクトあるご指導は、作品を見に来る人は写真を見たいのではなくて絵を見たいのですと。今まで忠実に写真の中にある被写体を描いてきた自分にハッとする一言でした。そうなんですよね、写真を見たいわけじゃなく絵を見に来たいというのがちょっと覚えておくといいと思いますけどもね。今回の絵は前回の公表をもとにメインとなる建物以外の背景を工夫してみましたと。鬼工評よろしくお願いしますということで、これ雨上がりのザビエル記念堂と、ウォーターフォード、ホルベイン、フロック、水彩、中目、ホルベインの、1週間ほどで書いたと。7月の終わりに、長崎の親戚宅まで夏休みの孫2人、あ、いいですね、お孫さん2人連れて、遊びに行きました。海水浴の帰り立ち寄った、あ、平戸に行かれたんですか。平戸の、久しぶりにこのメガネするとめっちゃずれてるな。平戸のね、水めちゃくちゃ綺麗なとこあるんじゃないですか。当日は強い、あ、そうですか、雷雨に、遭遇し、雨上がりの、ね、雲の切れ間から差し込んだ太陽光がキリストの背後から照らしていましたと。すごいですね。建物の背後まで伸ばして、建物前は孫2人を挿入して、キリスト像は実際より大きくし、背後の電柱に顔面を重ねてみましたということでございますということですね。お孫さん、左下にいますね。あ、ここにいたんですね。気づかない程度に書いてあるのはいいかなというふうに思います。非常にいい作品だと思いますよ。透明水彩らしい、絵の具の使い方であるとかというのが非常に見えて、まあなんかこう思いの詰まったいい作品じゃないですか。まあ、あんまり過失せんでもいいぐらいちゃうかなっていう気はするんですけども、まあ次回以降はちょっと雲の形をもうちょっとこう考えられてもいいのかなっていうか、雲はもちろんあのかなりこう複雑なこう形をしていたということでしょうけども、上面にある雲から、まあ下の方に行く雲に対して徐々にこう水平になっていくような感じであるとか、大きさも上面の方は少しこう上に見える雲で、近かったりするから、例えば大きめに描いてあげるであるとか、なんかこうそういうこう雲だけでもパースペクティブって透視図法ですね、っていうのを少しうまく使われていってもいいのかなという気がいたします。若干ちょっと過失をして、もし私やったらば、ビュッ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 、これこれよいしょ、まあ上面に見える雲というのは少しこう丸みを帯びた感じにこうして、ちょっとこう、この境界のこの、ここの突端の部分なんていうんですか、よくわかりませんけども、この辺りのところっていうのに少しこう、スポットを持ちつつも、で少しずつ、雲って難しいですよね。少しずつ下の方には行けば、水平のような雲になっていきながら、逆光な感じなんで、まあ、ここの雲なんていうのもかなりこうせり上がってきてるから、手前の方、こっちの方はこれでいいとしても、下の方っていうのはもうちょっと水平に近いような感じにしてあげるとかね、という感じにちょっとしつつ、かなり逆光感があったと思うので、この辺の色の選択はおそらく難しいであろう。
まあ、逆光の今上の方の雲のところの逆光感ある影を少し入れていっています。シュ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 で下の方に行くとちょっと水平になっていってビュービュー、まあ、この辺の雲の描き方みたいなのがちょっと上手になっていくともっと次のステップへ行くのかなという気がしますので、かなりこうだいぶ描きましたよ。でもっともっと不透明感で細いのでちょっとこう雲をググググ、まあ、僕も実は透明水彩で雲描くの苦手なんであんまり言えた口じゃないんですが、いつかねちょっと練習とかしようと思うんですが、ね、めっちゃうまい方ってめっちゃうまいからあんまりこうやりたくないんですよね。追いつけんやろなと思っているんですね。で少し、かなりかな加湿しましたけども、じゃあちょっとレイヤーというのを外してみますよ。ダンダン、まあ、ここまでオーバーにする必要もないかもしれませんが、相当オーバーには描きましたけど、ちょっとこれはやっぱりこの雲というのがすごい大事なポイントになる絵なんちゃうかなということで、ちょっと重点的に描きました。次の作品はこちらでございます。こちらの作品はですね、ちょっとこう文章長かったんで、すみません、下の方ちょっとカットさせていただきました。作春さんということで、 F15 ハリキャンバス、孫と蝶々、66歳の長野県在住の方、初めての投稿についてご親切な説明をいただきありがとう、あ、2日前に送られてきたかな、いいかね。改めて初めて投稿させていただきますと、今年3月に長年勤めた会社を3月に退社しましたと。会社にまだいられる立場にいましたが、学生時代にやりたかった油絵をもう一度やりたいという思いが強くなった身を引いた次第ですと。今回の作品は45年ぶりに描いた作品です。子供が撮った写真、孫の写真をもとに描きました。写真のエピソードですが、ベランダに蝶々がいたそうで、翌朝ベランダを見ると蝶々が同じ場所にいたそうです。よく見ると羽が損傷しており、飛べない状況だったとのことです。かわいそうと思った孫が花壇の中にそっと置いて見守ったそうです。そんな状況を思いながら描きました。背景のアジサイも何の葉っぱもなのかもよくわからない絵となりましたと。筆の動きも鈍く、途中で、指が引っかかってしまいましたが、なんとか描き上げましたということでございます。本当丁寧に、本当に久しぶりに描いた作品と思えないぐらい非常にいい作品ですね。お孫さんも喜んだんじゃないでしょうか。ポイントとしてあるのは、まあ、構成としてすごく暗いところっていうのが髪の毛であるとか、後ろの手すりもちゃんと奥行きが出ていて、すごくいいと思うんですけど、若干その右側に寄りがちなんで、僕やったらまず例えば構成的には少しこう暗い色というのを、アクセントでどこかに、例えばぐーっと持ってきてあげて、後で引きでお見せしますね。今下の方のところの花壇であるとか、左下の方に少しこう隙間かなんかに暗い色をぐぐぐぐっと持ってきてあげることによって、画面というのがもうちょっと上の方もやりましょうか。真っ黒とまでいかずとも、少し、いじりました。いきますよ。レイヤーというのを外してみますね。せーのそれ。どうですか？なんか画面がパンと広がった感じしませんか？こういうことだけでもすごく印象が変わります。で、あとはですね、髪の毛のこういうところとかがもうちょっと回っていくように描いてほしいんですよね。で、ちょっとこういうところっていうのを、とかを少しこう、例えば、何してるか、ほんの少しですけども、手前側の緑色が反射しているような状態にしてあげたりとかするとか、ちょっと顔の中に少し反射光とかを少し、今ほんの少し入れましたよ。ほんの少し入れてあげるとかするだけでちょっと印象が変わります。ここの部分だけでちょっとレイヤー外してみますよ。ちょっとねちょっと印象変わりますよね。で、ちょっと例えば、ほっぺたとかの明るい色みたいなの少し差し込んであげたりするだけで、また印象が、ほっぺたちょっと赤みがかった色を差し込んであげたりしてます。こうどうしてもこう下向いているので全体が影になっているのが一般的ですよね。ね。で、レイヤーをちょっと外してみます。ペッペッっていう感じで、少しこう状況みたいなのがもう少しこう分かるように、なってきたりすると、下をちょっと向いているお孫さんということでですね、
そのあたりというのが見えてきたりするといいんちゃうかなという気がします。そしてあとは輪郭のところというのを大事に描いてあげることによって、少しこれの作品もいじってるんですけども、例えば、暗い面のし、あ、ちょっと、よいしょ、少し鼻のところのであるとか輪郭の ところみたいなのをちょっと外側から形みたいなのを少し決めてあげて、暗くなっている 輪郭線を外側から少し明るいこう仕事とかを入れてあげたりすることによって、ババ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 、こういう、ね、iPad で仕事してる人からすると、こんな喋りながら、そして即座に、そして色を、抽出せずにやるってすごいと言われましたけど、本当なんですか？よくわかりませんが。まあ、ちょっとオーバーになってしまったかもしれませんけど、顔の部分とかを少し、やるだけでもだいぶこう印象が変わったんじゃないですか？引きで全体見せますけども。ね。ちょっとこう顔の前っていうのはオーバーすぎましたけど、ちょっとそれこれぐらいこう印象を少し皆さんに見てもらってすぐ分かるようには、しておこうかと思って、これぐらいしました。まあ、こういった感じで、画面を構成するということと、あと見せ場みたいなのを少し大事にやられてみてはどうでしょうか。次の作品いきます。あ、こちらの作品ですね。面白いですね。動画さんということでペンネーム本名消しときました。 B4、水彩、チョーク、油性ペン、小木曽先生お久しぶりです。今まで油絵を中心に描いていたんですが、今回は作風を変えてイラストを描いてみました。小中高といつも授業中イラストを描いていました。大学受験の時美大に進みたくて少し予備校にも通いました。そこであまりにも厳しい講評に心折れてし、どこの予備校ですかね、小木曽先生の鬼講評のおかげで少しずつ絵を描けるようになってきましたと。伊藤千恵さん、わあ、よかったですね。伊藤千恵さんのイラストのような絵に憧れて、絵を描かれているのを見て勇気をもらって応募しました。小木曽先生、伊藤千恵さん、ありがとうございますということで、全然結構だと思いますよ。ぜひぜひイラスト的なものを送ってきていただいても結構だと思います。ちょっと思い切って僕じゃあ今回行きましょうかね。元あるやつをぐーっとこう相当あれしました。私やったらまあ基本的にはそんなにこういじるつもりはないんですけども、じゃあどういう線を引くのかなって言ったら、例えばグッとこういい線を探していくということをやっぱりこうぜひぜひされてみてください。で、あといい形ね、そんなにこう形を変えることなくいいこういい線を探す、うん、ビュー、うん、このねいい線で、ペンとかで使われてもいいと思いますけども、こういい形いい線を探すということからまずこう入っていってほしいんですね。こういう作品っていうのはやっぱりこう自分の、まあ、もちろんこうペンとかでやられてもいいと思いますので、いい線いい形、そういったものをこう探しながら、目なんか描くときとか、じゃあどういうふうに描こうかなっていうのを少し自分でもこう配慮しながら、まつげとかどう描いてやろうかなとかね、青にしましょうかね。日本人やのに青かいいなみたいな感じかもしれませんけど、ちょっと青いじゃあ目にしてみようかなみたいな感じとかをちょっと入れてあげてみても面白いかもしれないなとかね。もうちょっとこう濃いブルーにしてみようかなみたいなとかね。で、ちょっとパステルとか使われるんだったらパステルとか使うで結構だと思うんですけども、少しこうなかなかこんなね、iPad をシャシャッと使ってこんなおじさん面白いですよね。全然イラストとかでもいいですよ。僕なりのあれですよ、イラストのプロではもちろんありませんので、私やったらこんな感じでシュ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 みたいな感じで、描いてあげたり、紅をね、やっぱ紅引きたくなりますね、おじさんっていうのはね。よく分かりませんけどね、紅をピューっとこうパステルかなんかでちょっと指かなんかでシュッとすり込んでみてみたいな感じとかにしてみたりとか、ピュッピュッピュッ、やっぱ僕はこう線命かなと思ってしまいますよね、こうやってね、シュー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 よいしょという感じで、例えば少しイラストっぽく描いてみました。ちょっと外しますよ。じゃあこちらをちょっとこういう作品から、私はこれね、ちょっとこちら外しますよ。ペッペッペッ、
いい線、いい形を探す、これがやっぱポイントやと思いますので、自分なりのどうしてもこうイラスト系の人ってどうしても自分のなんていうかもうこの形だって決めすぎるところあるんで、僕はならばやっぱりそこのところでこうキャッチボールする、心のキャッチボールをしっかりしてこうかなかなっていうのをやっぱ試行錯誤していった方がいい作品につながっていくんじゃないかなという気がしますので、ぜひぜひこの調子で頑張られてみてください。はい、次の作品に行きます。こちらの作品ですね。真央さん、男、兵庫県の方、夕焼け、F4 号、これ何ですっけ、クレスターっていうんですか、はじめましてと、初投稿ですと、絵の知識、技術ともにゼロの状態、いいですね、から初めて2週間目、がむしゃらに描いてみました。初心者なので当然かもしれませんが、クオリティがいいです、これでいいんですよ。もっともっと腕を磨いて、公募展に出したり、誰かに飾ってもらえるような描きたいですと、鬼ご指導よろしくお願いします。鬼でいきますよ、じゃあね。でもね、これでいいんです。これが一番僕は楽しみなんですね。ごめんなさいね。いろんなことがまだまだ全然できていないということで、やっぱり早いうちになんかこう見てもらったりすると、すごく、やっぱりこうダメなとことかっていうのが見えてきます。で、もうすごいシンプルなこと言うと、まずね、大きめの筆をまず使う。まあ、ハケとかでもいいです。100円ショップとかのハケを僕使ったり書いてみたら案外できたりしたんで、これぐらいのハケとか、ちょっと大きめのハケを使ってみる。紙はちょっと何グラムかわからないですけども、ちょっとねこじんまりした筆でガーッと書きすぎているんで、もうちょっと大きなズバッとこう塗るような仕事みたいなのをしてみてください。そしてちょっと難しいでしょうけども、まあ一番初めの方と似たような感じなんですけど、雲というのが徐々にこう水平線に近づいていくと細くなっていきますよっていうのが、まあ、ベースにある、自分の頭の上に近い方というのは大きくなっていくというようなことがベースにあるということを少し覚えておいてください。これはこう水平やったかな。あとはやっぱりね、こうズバーンとこう水平大きく動かすんですよ。でちょっとちっちゃくなりすぎているというところがありますので、ちょっとそういうことを覚えていったりすると、まず良くなっていきますので、で本当にこうなんかこう粘ってるところがいいんですよね。あとはちょっとずつ引き算もしたりとか、大きな仕事ズバンとするとかっていうことを覚えていったりするとガクッと良くなっていきますので、もうこの調子で、ぜひやられてみてください。で例えば今ちょっとこの辺ね、この辺のところだけでもじゃあすっきりと大きめの仕事をもし仮にしたとしたら、大きめの仕事っていうのは塗るだけじゃなくて、逆にも何もしないっていうのも大きめの仕事かもしれませんよ。ズバーンとこう大きめの仕事をしてみるとか、例えばここのところをですね、ここのところとかっていうのをある程度ズバーンと大きめの仕事をしてみるとかっていうふうに、ズバーンとあまりこう書き込みすぎずにね、ズバーンとこう大きめの仕事をしてみるとかっていうだけでもどうですか、印象変わりませんか。じゃんじゃんちょっとこういうところを覚えていかれたら、もっともっとこう大きい仕事と細かい密度、こう大きい仕事と細かい密度みたいなのが出てくるようになってきますので、この調子でやりながら少しずつそういうことを覚えていかれると、空とかの雲をもう少しこう描いてみましょうか。ズバンと大きく、ズバン塗り残せたら塗り残すで結構です。塗り残すのも大きな仕事みたいなのをズバンとしてみる。そうするとね、印象変わりますよね。レイヤー外してみますよ。ちょんちょん、もうそれだけで印象違うでしょ。密度がググッとある、これどっちかというと引き算みたいな仕事ですけども、こういうことを覚えていかれるといいんじゃないでしょうか。ちなみにこれは鳥居は水の中にあるのか、その辺がちょっと分かりにくかったんですが、その辺というのがもう少しこう分かってもよかったのかなと。鳥居が水に入っているとか設置しているというところみたいなのが書けるようになってくると、基本はまず大きな仕事から徐々に細かい仕事に入っていくようにしてみてください。次の作品はこちらですね。これ過去になんか見たことあるみたいですね。あんまりもうなんとなく記憶あるんですけど、大阪の75歳の若造、めちゃくちゃ若いですね。あと人生倍ありますよ。 A3 の木製パネルにアクリル絵の具、これは見覚えあるかと思いますが、鬼好評が再開される前に投稿して評価を受けて、ますが、改めて鬼好評よろしくお願いします。何言うたんかな、覚えてないですけど、前回の鹿の試作を描い、メガネがなんかもうすごくやっぱ久しぶりすぎてずれてんな、鹿の試作を描いた時の背景の森が割とうまく描けたので、風景なら描きそうだと思い、私の大好きな奈良の何これ、飛び火の晩秋の風景で、手前の木陰から面白く雰囲気があるのでは
あるのでどこまで表現できるかわからなかったのですが、どうでしょうか。ちょっと意味がわからんぞ。風景なら描けそうだと思い、私の好きな奈良飛日野の晩秋の風景で手前の木陰が面白く雰囲気があるのでどこまで表現できるかわからなかったのですが、あれちょっとわからへん鹿の話とどうつながっていくのかちょっとよくわからん、ごめんなさい。でこれだけ見るとやっぱこうすごく構図いいですよね。皆さんなんかこうちょうどあの構成のなんか動画を、ほんの少し前に上げましたけども、大きさの面積が半分以上手前にドーンと持ってきてるなんていうのもいいなと。今日ちょっと似たような話ばっかりですけど、雲でしょうねこれね。雲の形とかがこうなんかこう晩秋の雲のなんか流れいくシャーっとした雲みたいなのがあの奥行きをヒューっとこうちゃんと表していって、空が向こうの方に抜けていくというようなところまで描けていたらもっと良かったやろうなと。本当に地面のところまでよう書いてあるしね、非常になんかいい作品だなというふうに思います。まあ、こういうのはなかなかこう公募展とかではある程度あの賞とかに絡む可能性のある写実系の作品だと思いますよ。本当に加筆するとこあんまりあらへんかなと、空のところぐらいちゃうかなと、まあ、ちょっといじるとしたら空、このなんか四角のこのね、この色見本もっと初めの頃小さくなかったっすっけまあ少しいじるとしたらやっぱ空のとこかなという感じがしますよね。まあ僕やったらもうちょっと雲を整理してあげて、あの本当にさーっと抜けていくような空の雲みたいなのと、ちょっと夏の余韻が残ってる入道雲みたいな感じのをちゃんとこう描き分けてあげて、どっちかちょっと下の影がこうせり上がってきている感じに対して奥はなんかシュッと抜けて、今ちょっといじったんですけどレイヤーを外してみますけど、ちょっと僕やったらこれぐらい整理するかなという感じがします。わかりますかね。こっち側からこう抜けていく形に対して奥の方というのをやっぱりこう少しすっきりさせてあげた方がなんかこう見え方としては気持ちいいんちゃうかなという気がいたします。いい作品だと思います。はい、次の作品です。もちろん2回目 の送ってきていただいてもいいと思いますけど、多分若干短めになると思います。あんま言うことないというふうになってきたりすることもありますので、ちょっとねその辺は皆さんご注意くださいね。先生こんばんは、77歳、下手くそですがすみません、よろしくお願いします。7月に上野の森美術館の美の巨匠たちの鑑賞してきましたと。パンフレットにあったルーベンス、どんな絵やったかなちょっと覚えてないですけど、絵を模写してみました。7センチくらいの写真を元に初めてアクリルに調整しましたが、うまくいきませんでした。そもそも人の形自体が欠けていません。拡大して転写すればよかったと反省してますA4 剣とし、アクリル絵の具、編集するとき下の方カットしてください。下の方ちょっとカットしましたけど、こんなのよかったですか、もっとカットした方がよかったですか。もう模写に関しては今回も2枚ぐらい来てるんですけど、その絵画構造を理解するっていうこと、もう形に関してあんまりストレスを抱えん方がいいと僕は思っているので、模写とかする場合はまあ転写でいいんちゃうかなというふうにいつも思ってます。で絵画構造を理解するということをちょっと覚えていかれることが僕は模写のまず一つかなと思ってるんですね。例えばルーベンスやったらどういう下地を置いて、そしてどういうふうに描いていったかっていうことをある程度自分の中で予想を立てていくということ、ちょっとルーベンスの絵自体、ちょっとこの絵自体がどんな絵かわからないんで、あまりこういじりきれませんけども、なんかそうい こう構造を作っていくというような、まあ、ルーベンスだったらばちょっとグレー系のような色かなんかをだいたい下地に置いていて、もうちょっと濃いな、あ全部消えてしまった、全部消えてしまった。で、ちょっとそれに対して白い、明るい絵の具とかでピッ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 、描いていくというような感じが、どんなあれやったかちょっとよくわからないですけど、描いていくというようなことが大体多かったりするので、ちょっとそういう構造みたいなのをちょっと作っていきながら、どんなんですかちょっとごめんなさい、ちょっと非常に難しい、変なとこ描きすぎてしまいました、ごめんなさい、レイヤーを間違えました、レイヤーを間違えました、もう戻らなかった、
すみません、こちらのレイヤーの方に書かなきゃいけなかったんですが、ちょっとそのごめんなさいね、この絵に関してはまたあの写真かなんかをぜひ転写されて、でどういうふうにこう絵画が成り立っていくかっていうことをちょっとこう理解してやっていってもいいのかなと。アクリル絵の具も初めてならちょっと難しいかもしれませんし、そういうことをこういうこうウルトラマリンブルーみたいな色じゃないんですよね、下地の色とかってね。だからちょっとそういうことも覚えられて勉強されてみてはどうでしょうか。次の作品すみません、こちらに行きます。こちらの作品は、年齢は30年間ぐらい21歳と言い続けてますということは、大体24歳ぐらいですかね、3足す21だからね。悲しみというタイトル、卵焼きさんですね。水性インクに水性ペン、色鉛筆、透明水彩、ある種極細 290×210、 オンラインで絵を習って3年目です。私の絵の先生は小木曽先生の昔の教え子さん、誰、とても素敵な先生、誰、メールでよかったら個人的に教えてください。大師匠にあたる小木曽先生にも恐れながら公表いただきたいと思っています。この絵は勝手ではない公募展に初めて出した絵で、ありがたくも入選しました。いつも背景に悩み、この絵も後から積み木を足しました。現在も新たな絵を息子をモデルに描いていますが、背景だけで1ヶ月ぐらい悩みました。ご指導よろしくお願いしますと。追伸、厳しい公表いただきたいのですが、私は褒められて伸びるタイプですと。この絵を描いたのが戦争が始まった頃、ウクライナの国旗の色とソファーのあと花で暗示しましたが、主催者の方になんでこんなソファーのは青なの、そうかウクライナの国旗かわからなかった、苦笑いと優しくご公表いただきましたということだそうですよ。ソファーの色ん、ソファーの色が青色で、黄色い花で泣いている感じのお子ちゃまということ。確かにこう背景難しいですよね。難しいなというふうに皆さん思っているんじゃないですか。ほとんどの人が困るみたいですけどね、背景というのは。まあ、なんかこの積み木がこう崩れていってる感じというのが、まあ、こう書こうと思ったこうテーマみたいなのがあって、それに、まあ、をよりこう見せるということを考えると、確かにこのなんていうか積み木、家が戦争によって倒れていくみたいな感じとかっていう、発想アイデアはいいと思います。もしかしてね、背景の方とかから決まっていくといいですね。なかなか難しいかもしれませんが、あんまりこう言うことないんちゃうかなと僕は思ったりしますけどね。私やったらね、洋服この、白い服もうちょっと逆に色とかつけとくかなと思いますね。どのぐらいの色かな、ちょっと白い服って難しいんちゃうかなという気がしますんで、なんか意外と、まあ、暗い色とかでもつけて、暗い色の服かなんかにしとくだけでもちょっと印象変わってくるんちゃうかなという気がするんで、ちょっと変えてみますね。どうしてもこのソファーの色とこの色が被ってしまってるから、要は背景のちょっとこう曖昧なところのものと、白とソファー、洋服の白と、ね、ソファーの青っぽいこう白っぽい感じっていうのがもうずっとこう連なって見えてしまうんで、一箇所ギュッとこうなんか引き締める意味でレイヤーというのを少し外してみますよ。ね、これぐらいしてあげても意外と良かったりしますよね。あ、お兄ちゃんが泣いております。ギャーギャー言うとるぞ、ギャー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 言うとる。ちょっとこう暗い色かなんかにしてあげたりするだけでもちょっとこう印象が変わってくるんじゃないですか。レイヤーを外してみます。で、で私だったらこのぐらいするかなと。でどうしてもこう見せ場の口のところとここの茎のこのところっていうのが近すぎるんで、私だったらこういうこう大事なポイントみたいなのもう少しこうずらしてあげて、ほんの少しずらしてあげたりするだけで印象というのがぐっと変わってきますので、少し印象がこれだけでも実は変わってきます。見といてくださいね。レイヤーをピッピッね、色が変わってくる。そしてこうなかなか悪くないと思いますので、じゃあ今度こういう後ろのこう 今現在このぐらいのところにあるんですけど、その線の位置とかっていうのどのあたりにあるかなっていうのを、そうするとこのこうジグザグ構造みたいなのがどういう風になってくるかなという、絵画のジグザグ構造ですね。腕があってこう地面がこの辺かなあるとかっていうのが少しこう位置が変わってくるだけでも、私だったらこの辺にするかなとか、そしてなんかこう建物も上の方まで突っ切っていて、地面のところは少し大きい面積持ってくるかなとかっていうこと、少しそういう場所みたいなのを少しこう考えてあげたりすると、もっともっと良くなると思いますので、そのあたり初めのうちから考えられてみてもいいんではないでしょうか。ということで30分ちょっと手前なんで、ルーベンスをもう一回こう頑張ってやろうと思います。レイヤーに対してちょっとこれを少し弱めて、でこっちの方に描いていくということで、少しこうごめんなさいね、ルーベンスの方ね、まあ、グレートーンを塗って、
まあ、輪郭とかを本当にこうどんな感じやったかちょっと僕もちょっとこの絵自体がわからないのですみませんね。まあ、グレートーンを塗って、まあ、輪郭は、まあ、転写してね、どんなんでした、ルーメンスの。ちょっと僕もこの絵がパッと出てくればよかったんですけど、そしてちょっと白みたいな色とかで、例えばヒゲなんかをぐーっと描いてあげるとかしたりね。背景はこう暗かったんですか、うん、っていうこうグレーを塗った後にこう白とかよいしょ、この作り方ですね。だから油絵の模写っていうのは基本的にはその絵画がどういうふうにこう出来上がっているかなっていうことを理解していくということが大事なんですね。まあ、僕それが一番のなんか模写のやる意義やと思ってるんですよ。そのままなんか描けたって言ってね、絵の作り方とかが全然違ってたらあんまり意味ないと思っていて、自分の自作にあれする際にやっぱりこうそういう構造とかっていうのをどんなんやろうねごめんなさいね、何言ってるかよくわからんと思いますけど、やっぱ自作とかにこう応用するために模写ってするわけですもんね。わかります？グレートーンを作ったベースの上に少し暗い色とか明るい色で描いていく、こういったことがやっぱり僕は模写の一つの大事なポイントなんちゃうかなというふうに思います。ということで、第28回は以上です。それではまた。すみません、1枚、忘れておりました。こちらの作品です。こちらの作品ですね、すみません申し訳ないです、うっかりです完全に。ペンネームしなちのパパさん、油彩初めて2年関西在住63歳、タイトル秋、何ですか、進むじゃなくて何ですか、油彩キャンバス P25 秋進むでいいのかな、下地白黒ジェスト、いつも楽しい動画ありがとうございます。3回目の応募です。1、2回目は2人物でしたが今回風景ですと。姫路城に隣接する、ありがとうございます、甲府公園っていうんですね。実際はもっと色鮮やかな木々の形も美しいですが、なかなかうまく描けませんと。力不足、悔しい限りです。好きな場所なので、腕を磨いてまた再チャレンジしたいと思います。鬼の方でよろしくお願いいたしますということなんですけども、いやものすごい力ありますよね。皆さん見てうわーすごいなっていう感じでしょ。なんか僕もそういう感じがいたしました。あんまり言うことないなという感じがいたしますけども、まあ強いて言うならば、まあ久しぶりに出ますけど、まあ普通ですよね。すごく普通に見えてしまうのはなんでやろうなっていうところがちょっと僕は気になるかなと。なんかポイントがやっぱ多すぎるんちゃうかなっていう気がするんですよね。まあポイントと言うてもね、どういうことやねんって言って、見せ場がなんとなくですね、ね、こことか、まあ紅葉とか、紅葉とか、あ、水とか、すごく多い。まあ多分このポイントだけでなんか丸打ったとこだけでも絵に一つ一つでもなるんじゃないかなぐらいの感じに見えてしまうんですね。だからちょっとそのじゃあここの中でどこ秋の紅葉を見せたいのか水を見せたいのか、なんかね久しぶりこれ言うてますよね。なんかいろんなとこがこう欲張りすぎてしまって、まあ言うてしまえばある意味なんかこうその街の何ですか、ちっちゃなこうポストカードみたいに見えてしまいがちなんですよね。だからその辺ってすごく難しいですよね。個展とかに出したりするとそんなに違和感ないけど、公募展とかだと厳しい絵なんですよこれって。で結局公募展とかになってくると、やっぱりその人の主張みたいなのが何ぞやっていうことになってきて、まあ紅葉を見せたかったらもっと紅葉をズドンと見せた方がいいし、水の流れ見せたかったらズドンと水の流れ見せた方がいいし、水に映るなんか紅葉が綺麗やったらそれをズドンと見せた方がいいしみたいな感じになってくるの でやっぱこれ大きさの比率みたいなのがちょっとこうやっぱりいろいろ似てるんですね。厳しいでしょ、めっちゃ厳しいでしょ、厳しくって言われたら厳しくいきます。でその比率みたいなのが実は自分が思ってるよりも私たち見る側って似て見えてしまう。だからそのこう比率みたいなのが少しこうもう少し違ってくればもう少し違うのかなという感じがしますよね。まあ、例えば本当に上の方だけズドンと切るだけでも印象が変わってくるんちゃうかなという気がいたします。ズドンとこの辺だけ切って、もう空の部分っていうのはほとんど
入れないぜぐらいの感じにしてみるっていうのも一つかもしれません。そうするとちょっと下の方に目が行くようになってきたりとか、例えばここのところなんていうのとかをもう少し、もう少し、すみませんね、ちょっと広めに撮ってあげようかなってするだけでもちょっと印象が変わってくるかもしれませんし、その辺のこうコンポジションって作る際に、こうなってきて、例えば水のところにね、少しこう映り込んでるのがもうちょっとこうビビッドに鮮やかにこう映り込んでくると、せめぎ合ったりして、見えてきたりすると、少し違ってこういうところ見えてくるんちゃうかなとかっていう風に見えたりすると思うんですよ。だちょっとこう難しいことをもちろん言うています。それは厳しいこと言わせてもらうと、そういうところがちょっとこうね、ちょっとレイヤー外してみますよ。ペッペッ、普通から少しこう水の映っているというようなところに目が行くようになったという気がしませんか？私だったらもっと上、結構大胆に切りますよ。ズボン、このぐらいで切ったりしますよ。ズボン、逆にもっと下の方を、あれに、大きく見せて、ちょっとそれは加湿できませんので、私だったら意外とこれぐらいズボーンとしてしまいます。どうないですか？レイヤーを外してみますよ。ダンダン。ね、そしたら水の方に映っている秋のこの紅葉両方がなんか一緒にカンバセーションをするような作品になっていくんじゃないかなというふうに思います。ぜひぜひ頑張られてみてください。まあ、これぐらい上級者の方もいますけど、初心者の方がね、一歩一歩伸びていって、例えばそれある程度力ついてから絵画ケース変えてみようとか、こぼてん出してみようとかっていうふうな形を取っていくことをお勧めしたいと思います。ということで第28回かなは以上です。ではでは。なんで嘘をつけようとしてくれ。ねえ、ねえ、ねえ、じゃあ行きましょう。バイバイ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 。